公開模試の作法日農研ではこの公開模試の結果というビッグデータをもとに6年生になると受験相談を行っていますですのでこのテストの結果によって出る偏差値というものをとても大切にしています偏差値1の違いに我々は敏感ですしかしもし意識を変えるだけで偏差値が2から3または5くらい上がってしまったら 自分の力以上の偏差値が出てしまったらどうでしょうか我々も期待しますしもしかしたらクラスや志望校まで1ランク上がってしまうかもしれませんでも実力が伴っていなかったらお互いに不幸が待っていますですので4,5年生のうちはまずは育成テストをペースメーカーにしてそのまとめのテストが2ヶ月に1度ある程度に思っていただければと思います 4年生前期は2ヶ月に一度後期以降は毎月になります安易にテクニックに走って点取り屋になることはお勧めできません4年生の時の偏差値はあくまでも参考程度で志望校合格を占えるものでもありません範囲が決まっているテストですまだ整数しか扱っていない算数の偏差値で算数の得意不得意は判断できません あくまでも現時点での成績のものさし程度に思っておきましょう王道の公開模試対策は過去2ヶ月の育成テストの復習です2ヶ月ですからだいたい4回分の育成テストですもちろん全部やり直しはできませんからあらかじめ育成テストのテスト直しの際にマーカーしておいた問題をやってみるのです そのためにもテスト直しの際の信号機の色による仕分けは大切だったのです。テスト直しについてはまた後日アップします。また5年生は1ヶ月の行くの復習をしていきましょう。その上で気になった問題の類題を本家テキストや英館への道で再アタックしてみるのです。こちらも何問もできませんが数問ならできるはずです。 また育成テスト同様目標点を決めておきましょう A クラスならば80点、まあ、全クラス共通の問題なので A クラスの生徒にとっては育成テストよりも点は取りにくいのです A クラス上位から M クラス下位であれば100点 M クラス上位であれば120点などです偏差値を目標にする方法もありますが4年生45年生のうちは集団はまだばらけていないこともあり なかなか偏差値が出にくいのでモチベーションが上がりにくいのです6年生の後期ともなると範囲がなくなるのでここから格差が開きますここで偏差値が上がると信じて45年生の段階ではまずは自分と向き合って点数を目標にいきましょう公開模試については安易にテクニックに走って点取り屋になるのではなく 2ヶ月または1ヶ月に1度の育成テストのまとめのテストという認識で臨んでほしいとお話ししました。そうは言ってもうちはエマージェンシー緊急事態ですすぐにでも偏差値を上げたいんですというご家庭もあるかもしれません。明日までに偏差値を20上げてくださいと言われてもそれは無理です。しかし 3くらいならば意識を変えれば上がるかもしれません公開模試の算数はフィギュアスケートに例えると分かりやすいです四角1番と四角2番はフィギュアのショートプログラムのような規定演技と言えます四角1番であれば四則混合の計算、逆算、そして単位換算などの規定演技をこなしていきます 四角二番は一行問題です。いわゆる特殊算、和紗山、分配山、鶴亀山などです。平面図形は球積、まあ、面積を求めることですね。角度などの規定演技をこなします。ここはショートプログラム同様、短い時間内に正確な演技をしなければなりません。ミスをしたら終わりという世界です。 ですから算数が苦手な生徒はまずはショートプログラムもとい四角1番2番に力を入れることをお勧めします四角1番2番で15問程度ありますから1問5点とすると75点取れます実に150点満点の半分ですもちろん四角2番にはいわゆる 地雷問題も隠れています正答率10%前後の難問を仕込んでおくのですそれをうまくかわして四角1番2番で高得点を取る方法をお話ししておきましょう、うん、四角1番は計算問題がメインです最後の1問に単位換算があることが多いです計算問題や 単位換算の重要性は過去ににも話題ししました計算力はそう簡単にはつくものではないので日々の計算練習を大切にしてくださいそれ以外にも気をつける点がいくつかあります。1つ目、計算のスペース確保の問題。公開模試の定裁は B5 サイズです。ですので、育成テストよりも空欄のスペースは少ないのです。 その狭いスペースをうまく利用して計算をしていきます普段字が大きい生徒は計算スペースが足りないかもしれません例えば括弧1はページの上の方のスペースに計算をしていって括弧などのやや複雑な計算スペースを確保しておきましょう計算スペースがなくなって消しゴムで消すのは時間のロスですから避けたいところです 日頃から計算と漢字ノートの計算スペースにきれいに収める練習をすることシャープペンや先の尖った鉛筆で小さくて見やすい字を書く練習をしておきましょう2つ目自分のミスをしやすいケースのあぶり出しをしておく日々の計算練習や宿題テスト直しの際に自分のミスしやすい状況をあぶり出しておきましょうミスをした際に 例えば星マーク、繰り下げのミスなどのようにコメントを具体的に残しておくのです。自分は繰り下げの時にミスをしやすいと自覚して慎重に計算をするのです。繰り下げの時の小さい字を見落としがちでしたら少し大きくはっきり書くなど日々改めるのです。このコメントは必ず青ペンで書くなどルールを決めておきましょう。ここでも ジェットストスリーム、まあ、三菱のボールペンですねが役に立つのです自分は0 5ミリも0 7ミリも両方持っていますが0 7ミリの方が少し太く字が書けるので気に入っています3つ目ミスは必ずすると謙虚な気持ちになる人間ですから必ずミスをします 例えば引き算が足し算に見えてしまうこともあります。最後のマイナス1を忘れることもあります。ですので必ず見直しの時間を組み込んでおきましょう。試験終了5分前になったら一旦手を止めてミスのチェックをしていくのです。すべての計算問題の解き直しの時間はないかもしれません。ですから少し怪しいなという問題だけでも再アタックしておきましょう。 四角一番の括弧5あたりは複雑な計算のことが多いのでもう一度トライしておくことをお勧めします見るだけの見直しではなくやり直しといった方がいいかもしれません4つ目単位換算の計算は先に答えの単位に揃えておくこれはミス防止に役立つので是非ルール化してください普段から計算と漢字の D 問題をしっかりやっておきましょう 答えを出してから単位を変えようとすると忘れます。すぐやるが鉄則です。4年生の前半は長さ、重さ、時間、かさなどの単位です。4月以降、面積を扱った後は面積の単位が登場してきます。5年生は面積の単位が出ることが多いですね。えーまあ、参考までにですね、過去の出題としてお話をしておくと、 やはり長さ重さ時間、まあ、これが4年生の時よく出ますが一番やっぱり難しいのが傘ですね、まあ、単位換算についてはまた後日別の動画をアップしていきたいと思っています本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございますぜひチャンネル登録をお願いします ご意見ご感想などをコメント欄にお待ちしております。